刀剣乱舞無双、前回に続きからプレイしていきましょう。構わないぜ。さて、忍者の、赤い忍者の正体がサスケだと分かったところで、第一部隊に次の出陣指示が出たそうだな。状況はどうなっている？今はあっちの部屋で説明を受けているらしい。早速歴史改変の核の人物に当たりがついたようだ。さすが順調だな。これなら強襲調査の完了も見えてきたか。だといいけれどね。三日月の表情は少し硬いな。まだ解けない謎を抱えているようだ。ふん、意思消滅だろ。結局何の説明もないままだ。僕らも一度経験したが、実に奇妙だった。三日月にもその時のことをいろいろ聞かれたんだ。消滅させられる歴史とはどういうことだ。歴史を完全に抹消するなんてできるはずもないだろう。だが実際に目の前で起きたことなんだろう。この驚きはぜひ三日月に紐解いてもらいたいね。次の合戦地は第二次上田城の戦いです。おや、また上田城ですか。はい、時は慶長5年、関ヶ原の戦いに参ずるべく徳川軍の主力徳川秀忠の隊が進軍中でしたが、上田城で足止めを食らいます。ここまでは静止通り。しかし演算結果では真田軍により徳川秀忠が命を落とすと出ています。それは関ヶ原の勝敗よりもその先への影響が大きいでしょうね。徳川秀忠公は江戸幕府の二代目将軍ですから。だが腑に落ちんな。何がだろうか。秀忠公の隊は東軍にとっては別動隊だ。本隊は関ヶ原にいる家康公の軍勢。なぜ本隊ではなく別動隊を狙うのか。歴史の影響力を考えれば狙うべきは本隊では。一理ある。だが見過ごすわけにはいかんな。はい、徳川秀忠の生死は歴史にとって重要。必ずこの流れは断ち切ってください。騎士が検出されました。うーん、狙いはやっぱ見えないよね。ちょうど徳川秀忠軍が上田城に進軍開始しています。かわいそうにまんまとおびき寄せられた形ですが、想像もしていないのでしょう。ああ、敵を油断させた上で戦略用地へおびき寄せ奇襲を仕掛けるのが真田軍の必勝戦術だ。史実の通りなら雪村殿は遊撃隊として徳川軍の隙をついてくる。先回りして抑えるぞ。徳川秀忠の命を守りきるのが最優先か。何か気になることでも。何、徳川秀忠とはちょっとした付き合いでな。刀だった頃使われていたことがある。おや、機嫌はまたも続きますか。巡り合わせとは不思議なものですね。新たな流れが検知されました。そんなあれなのかな、ゴリゴリ使ってたのかな。ツル、久しぶりに使うかい。お相手よろしく。ここにいない人なんだけど、まあたまにはいいか。てかレベル90なんだな。さあ大舞台の始まりだぜ。それじゃあ驚いてもらおうか。久しぶりに行こう。解析開始。俺たちは敵の遊撃隊を抑えなければすぐ終わるな。はい、72。解析完了しています。早っ。特定の遊撃隊と思われる敵の反応があります。この者たちが目標の遊撃隊でしょうか。
もうちょっとか。倒してしまいます。オッケー。終わり。敵の消滅を確認。ですが、反応はまだ多数残っています。多数ね。そうか。では別の場所も探してみる。はい。あいつらは？立派なお城だね。大砲か。砲撃を受けないよう注意を払う必要があるな。こんなところに実験ってくるんだろうな。よっと出てくる敵を片付け。はい、まず一体。砲撃を受けたら時間速攻軍の相手。ちょっと。ジェイジーの骨が折れてしまいそうだ。うん、そう。実戦力。はい、危険だ。はい、終わり。時空の歪みの消滅を確認。ですが、敵反応は多数残存しています。おや、それは変ですね。めぼしい敵は排除したはずですが。なんか逃げてんな。あれ誰だ？あれなんだ？全力で逃げてる奴がいるけど。上がってる上がってる。さて？誰だ？あの草むら、奥に何かあるのか？よし、ちょっと行っちゃおう。なんかありそうな感じにも見えないんだけど。こんなところに道があるとは。井戸。敵の隠し通路か。めっちゃ響く。おお。まさか地下につながる。よっと。それにこの敵のクラス。久しぶりに見せてよ。さて、ちょっと遊ぶか。負けるわけにはいかないよな。驚きの何もないから。さて、何人減った？あと1人か。おそらくこやつらが目標の遊撃隊だろう。え、もういない？抑えるぞ。終わったよ。敵が現れることまた増えたな。まさに流水のごとしだ。よし、どんどん来い。はい、最後まで付き合うとしよう。オッケー。よし、次。よっと。ワクワクしますよ。はい、避けて。三日月さん、どんどん行きましょう。はい、よっと。そうだな。オッケー。裏技の威勢に俺も乗せられるとするか。よし、どんどん来い。手強そうな奴が現れたな。よし、戦いも大変かわりか。いいね。こいつぐらいか。はい、よっと。はい、よっと。はい、危ない危ない。よっと。はい、終わり。以上かな。さて、次はどんな驚きが待っているかな。予想以上の力じゃないか。ナウラップ、楽しませてもらったぜ。遊撃隊は抑えられましたな。ですが、ああ、これで終わりとはいかんだろうな。次は何で来る？気を抜かずに進めてください。変わってないんだ。やれやれ、歴史の流れに大きな変動なしか。危機は去ったわけではないようですね。雪村殿とあのサスケという名の忍びの姿は遊撃隊の中に見えなかった。つまりこれから動き出す。ええ、その通り。次の地点が検出されました。引き続き徳川秀忠の基地を救ってください。さて、次はどんなタイミングなんだろうな。
熱意とは違う。充実した時を過ごせたな。構わないぜ。時間素行軍が徳川秀忠軍の前に現れました。おそらく真田幸村か赤い忍びがいるはずです。倒すべき敵が目前とは高まりますね。脱ぎましょう。よせ。いよいよ対決となるようですな。ああ、よし、脱ぐか。一肌脱ぐかということだ。そう静まらんでもいいものを。突っ込んでやれよ誰か。邪魔さなくとも。三日月さんの心意気受け取りましたよ。新たな流れが検知されました。密謀か。まあでも三日月でいっか。 あなたは本丸の要、守ってみせましょう。天下五剣が一つ、三日月宗近。いいな、もっと掛け合い見たいな。行くぞ。俺がやってた時全然掛け合いではなかったんだよね。化け物なかったよね。俺がちゃんと見れてなかったから。はいはい。急ぎ秀忠公の救援に向かわねば。はい。ほらよっと。終わり。次。そう警戒しなくてもいい。俺たちは敵ではない。ただの救援だ。いや、この場はなんとかなるか。危うい状況よ。敵の手が及ばぬ場所に避難するか。秀忠公が一時撤退を決めたようです。ついてきてあげようか。安全な場所まで護衛して差し上げましょう。多分このエリアでなんか出てくる。徳川秀忠を出てこないか。出てこないか。刀だった頃は想像すらしなかった。こっち来てるのか。違うか。敵の反応を検知。徳川秀忠の元へ向かってきています。はい。化け物どもをここに近づけてはならぬ。はい。皆の者、応戦せよ。はい。このムービー何回見せるんだよ。見慣れてるな。これでは橋も味方も流されてしまったでしょう。時間速攻軍が出現。場所は徳川秀忠のすぐ近くです。はい、川を渡れる場所を探す。秀忠様をお救いするのだ。はい、オッケー。邪魔はさせぬ。時間速攻軍は我らで抑えるぞ。次はどうすればいい。道が開けた。進め。本当都合いいな。信行殿が道を築いたか。あ、作ったのこれ。我らも秀忠公の元へ向かおう。即席でもすげえな。よし。これで渡って下か。もうでかいのと遊んでんじゃない。はい。頼めるか。抜きます。よし。はい。この村の守られている。はい。よし、オッケー。次。襲い来る敵は俺たちが排除した。この先も護衛を。まだ来んのか。迂回路へ進んでくれ。分かった。かもしれない。頼む。やばいな。来てる。どこにいる？どこにいる？え？どこにいる？ああ。ジジイも出るぞ。もちろん。息が合ったな。楽しめました。まあ、しゃあないか。出てきたね。はい。組打ちか。秀忠公に手出しはさせん。はい。化け物だ。やった。
何心配するな。よし次、この化け物の相手は虫か。少し本気を出す。これでどうだ。悪いが俺も譲れんよ。そうそう、まだだいぶ残ってるな。はい、よっ、はい、やった。あ、くそ、グリンペン。排除できました。はい、倒したよ。ヒゲタダコを安全な場所へお連れするだけです。こんなもんかな。もう出てこない。オッケー、ヒデちゃん。終わったな。これは愉快。護衛の任は果たせたようだな。ようやく人心地ついたといったところか。まこと感謝する。だが、だが、だがってなんだ。そなたらはなぜ私を守る。名乗るほどのものではない。徳川秀忠公、失礼ながらご助言を。怯えの中に惑うならば、あなたと共にある一振りの静筆さに心委ねてみてはどうだ。そなたの持つ刀、徳川軍はずっと妖刀騒ぎに踊らされていた。滑稽だったのかもしれんな。刀はただ美しくそこにあるだけだ。光に照らされて心迷うも静まるも持ち主次第。礼を言う。少し落ち着いた。私は式に戻る。やれやれ、これで将軍となる者としての威厳はどうにか保てたか。私からもお礼を言わなければいけませんね。妖刀の名誉を示していただいたようで。何の、歴史のあるがままとなる手助けをしただけだ。まあ秀忠公が今更心を整えても、本来の流れ通りこの戦では逆転できないでしょうけど。それはそれだ。元の主とて生死にない勝利のためには手を貸さんよ。そうですな。それが我々刀剣男子の領分です。さて、これで生死の範疇に収まるはずかと。修復が進みました。なんとかなったって感じか。三日月殿、何か引っかかりますか。トンボ切りが最初に言っていたことだ。敵の動きはやはり不自然。確かに、あそこまでして秀忠公の命を狙う必要はないでしょうね。もしや足止めされたのは徳川秀忠ではなく俺たちか。真田幸村や忍びの姿を間近に見たわけではない。今之助、頼みがある。何ですか。真田幸村の動きをもうしばらく追いたい。偵察をさせてもらえるだろうか。了解です。試してみましょう。気を抜かずに進めてください。真田親子ね。刀剣男子側から進言してっていうパターンもあるんだな。
力がみなぎってくるのを感じるよ。はい、ということでじゃあここで一旦区切りましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。